はい、間違えました。ガンガゼ野外音楽堂ナワパリバトルです。よろしくお願いします。ちょっと任天堂ダイレクト見たんですけど、このためにね、1時まで起きて見てたんですけど、スプラトゥーン3の情報は全く出なかった。もう一切出なかったんですけど、別のね、なんだろう、ゼルダの伝説とか、もうワリオとか、結構昔自分がとても楽しんできたゲームがね、いろいろ出るということが分かったんですけど、まあ、それでもスプラトゥーンにちょっと期待してた自分がいるんですよ。なんか倒した。なんかラグくないか？なんかラグいけど。まあ、よき。そうなんですよ。スプラトゥーン3が、今回はなかったのが、残念だったんですけど、まあ、個人的には、まあ、いろんなゲームがね、できるから、いいのでは、やばい、挟まれた！いやー、挟まれてやられた！傘つえ。傘にやられました。傘とバリアブルにやられました、今。みんなはスプラトゥーン3の発売、いつ頃だと思いますか？まあ、今年ではないんですよね。さっきの任天堂ダイレクトの、言ってることが、今年出るゲームって言ってたので、まあ、今年ではないと。来年の夏ぐらいかな、また。今なんで？かすっ、今直撃だと当たってました。当たってたみたい。俺もかすった感じだったんだけど、体の横ほん、もういいよ。これ味方やられちゃったから多分ローラーいる。危ない。バリアブルだな。怖いな。ここら辺隠れてたりするからさ。あ、降りてきた。ラッキー、降りてきた。よし。多分だけど、来年の夏ぐらい。スプラ2が7月21日だったので。まあ、多分夏休み入る前ぐらいかなとは。今年ではなく来年っていうね。なんか届かないんだけど。ちょっと！よしやだ！マジか。今届くか、スーパージャッジの。頑張れ、でもあと一人だよ。頑張れ。なんだかんだ押してる。いやー、ちょっとな、見たかったな、スプラスリーの情報が。新しい新武器とか、まあ、弓が出るじゃないですか。僕、弓使っていこうかなって、考えてるんですけど。傘とかも出んのかな、こういう。ローラーとかもね、新しいローラーが出ればいいですよね。僕、すごいね、考えるだけでね、楽しみなんですよ。見て。あとは、新しいスペシャル、カニのスペシャルとかさ、いっぱいあったんだけど。そういうのも気になっていく。オッケー。メイン性能も出るかな？メイン性能欲しいの。あ、ナイス味方。あ、ナイス、それ強い。ナイス、ボムラシだわ。倒せないからもうナイスさま使って。あ、たまらんかわかんない。あ、たまらなかった。くそ。あ、でも勝ったかな？勝ちましたかね？はい、ありがとうございました。勝った。いやー、まあ来年待つか。スプラスリー来年待とう。みんなで待とう。はい、間違えしました。モンガラキャンプ場です。よろしくお願いします。期待はしなかったんだけどな。1時にさ、じゃあ1時からか、1時から、海外と時間合わせてるのかな。任天堂が。ちょっと夜の遅めの時間帯だったからさ、小学生とかも寝てる時間ですよね。もしかしたらスプラの情報出ると思いましたよね。出なかったんですよ。出なかったのよ。まあちょっと期待してたね、自分がね。言えないんですけど。なんか味方強いな、これ。なんか全部塗ってるだけで勝てるぞ。ダイムシェーダーとか出るのかな？新しい武器出たらさ、前の武器とか、やばい！めっちゃハイドラ狙ってる。オッケー、届いた。手長いからな。やばい。あ、ナイス、いろいろとナイス。やばい、洗濯機がめっちゃ頑張ってる。逃がさんぞ。あはは、下手。待って、ナイス様強い。これ、あと一人どっかにいると思うんだよな。多分、ボルド抜けようとしてない？大丈夫か？怖いですね。
あ、届かない。いや、ハイドラは危ない。ちょっと危険ですね。見てるな、俺のこと。警戒されてる。この上とか届くか。いやー、ダメか。あー、当てられた。たまちゃんと当てられたわ。なんで一足つけてんの、そんなに。そんな。リアルセーバー一足そんなつけるんだ。あ、ここでもかなり危ねえ。あ、落ちるところだった。危ねえ。危ねえ。危ねえ、危ねえ。ふざけてる場合じゃ、ふざけてはないんだけど。ふざけてると思われちゃう。超真剣にやってるから。スプラ3がやりたくて、起きてたからね。超真剣にやってるから。いや、ちょっと伸縮されてるぞ、これ。敵来てるぞ。いや、どまいどまいどまい、やられたか。これ、ナイス玉でおびき出しちゃった。あなんか、オッケー。ハイドラか。いや、届くのがむ、オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。ほれほれほれ、ピンチついてるね。あー、逃げてくんじゃないの。あ、ラッキー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 。もうこれ厳しいだろう。もう出てこれないだろ、ハイドラント。これがスプラトゥーン3。全然、全然3じゃない。あー、ダメ！いやー全然スプラ3や、ごめんなさい、2です。なんなら1に等しい。ロボットボムとか出てくるかな、3で。楽しみだな。昔使ってたさ、カーリングボムじゃなくてチェイスボムとか、昔の、なんだろう、昔のサブとか、スペシャルが出てきたら、またより一層楽しくなると思うんですけど、マジで気になる。はい、マジックしました。モンガラキャンプ場です。よろしくお願いします。ずっと、いや、ちょっと眠くなってきたな。わざわざ起きてましたからね。なんならサーモンランずっとしてたから、今日。サーモンして待ってた。ニンテンドーダイレクト。ニンテンドーダイレクト来ればな。ただね、スプラトゥーン、この、インクの色が今、3の色だ。3は黄色と紫が多分、メインというか、モチーフにしてね、コンセプトか。コンセプトっていうのかな、これのって。あ、味方か、これ。そう。色合いはね、今、スプラトゥーン3ですよ。今日、スプラの情報が出なかったのを腹いせに、俺は。3の色で戦う。逃げてくね。え、難しい、当てんの。難しい。金網があると、なんか来た。金網の、なんか見にくいよね。登らせない。フローがちょっと厄介だな。ちょっと奥目投げといて。おき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 。いや、にゃにゃー、フローが厄介だの。一足だね。一足。ギアを変えない主義なのか。多分、ギアずっと一緒だ。まあでも、かなりやれますから。倒して。いや、インドの弾でかいな。これは射程を使う、射程を使う。ごめん、ごめん、ごめん。相手には申し訳ねえ。あ、やばい、味方死んでる。射程を使われた。俺も射程使ってたから。射程使いちゃった。いて！何？あ、削ってる。やれそう。あーこれ炭酸か？いや、炭酸強い。今の炭酸は強かった。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。抜けてますね。あ、ラッキー。あ、これ味方いるの奥だったのか？一個先か。100枚ないかな？さっきいたと思うんだけど。いないね。隠れてるわけじゃない。あれか。じゃあ、これでしょ？これ？あ、やった！あ、だって曲しないと。ラッキー？ラッキー。あ、強い！一発。ナイス！これ、押し上げ、強い。登ってきた。いやー、あと一人はうんと。しょうがない、しょうがない、しょうがない。一回大事やったってなす。頑張れ頑張れはい。
だから2発で倒せるの強くね、メイン性の。あ、なんか落ちてた。自分から落ちてたぞ。あの、シャージア。あら、キラ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 。オースプラ3の色で買ったよ。そう、また早く情報が欲しい。スプラ3の情報が欲しい。まあ、とりあえず来年か。来年まで待たなきゃだ。ああ、ありがとうございました。